アンギュラー7へのアップグレードには、プロジェクト単位のアップグレード、システム全体でのアップグレード、この場合はダッシュ D オプションを指定します。の2通りがあります。まず、プロジェクト単位のアップグレードです。最初に現在の環境を把握しておく必要があります。コマンドラインから ng-v と入力します。Angular CLI のバージョンが 6.0.8 であることがわかります。次にこのバージョンに基づき、Angular のバージョンアップを行います。その際、プロジェクトのルートディレクトリに入っている必要がありますので注意してください。まず、Google の検索などで、バージョン7 of Angular CLI Prompts Virtual Scroll Drag and Drop and More というタイトルのページを検索し、そのページを開きます。ここで、Angular 7のアップグレードの内容を確認してください。次にこのページの中の How to Update to V7 を表示し、update.angular.io リンクをクリックします。すると、Angular アップデートガイドが開きますので、まず現在の Angular のバージョンを選択します。次に、アプリケーションの複雑さ、依存している環境、そして使用しているパッケージマネージャーを選択し、最後に Show me how to update ボタンをクリックします。すると、下段にアップデート方法が表示されますので、この説明に従ってアップデートしてください。アップデートの基本コマンドは、ng-update at angular/cli at angular/core です。次にシステム全体でのインストールおよびアップグレードについて解説をいたします。この場合はダッシュ D オプションを指定します。まず Node.js と NPM のバージョンを確認します。Node--version と入力します。NPM--version と入力します。Angular 7のインストールには Node.js のバージョンの8以降が必要となります。次に Angular 7のインストールを行います。なお他のバージョンからのアップグレードも同様の操作となります。npm-i-g@angular/cli と入力します。インストールが終わりましたら、ng-version と入力してバージョンを確認します。OK です。次に、適当なプロジェクトを作成して稼働をチェックしてみます。ng-new-ng7-test01 と入力します。test01 はプロジェクト名であり、この名前は任意です。最初にルーティング機能を追加するか否かと問い合わせがありますので、ここではノートをしておきます。次にスタイルシートの形式の問い合わせがありますが、デフォルトの CSS を選択します。すると、プロジェクトの生成が始まります。このプロセスには若干時間を要します。
プロジェクトが生成されましたら、そのプロジェクトディレクトリに入ります。そしてコードドットと入力して、Visual Studio Code を起動します。次にコントロール Alt キーを押し、ターミナルウィンドウを開きます。VS Code が開きましたら、パッケージ .json ファイルを開き、バージョンを確認しています。バージョン7が表示されます。ターミナルウィンドウで ngs-o と入力してローカルサーバーを起動し、さらにブラウザを開きます。Angularのデフォルトのページが表示されました。OK です。VS Code に戻り、Ctrl-C、Y、Return でローカルサーバーを停止させます。Angular 7の稼働を確認できました。OK です。ご清聴ありがとうございました。